お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は日本のヘリコプター搭載護衛艦いずもは空母に、いずもの空母化に楽観論と脅威論が渦巻く中国、悲観論と待望論を語る東南アジアの人たちをお送りします。軍事力を着実に高め、南シナ海、東シナ海で攻勢に出る中国。これに対抗して日本も海軍力を増強すべきだと考える人も多いはずです。今回は日本の海軍力を高めるのに今後大きな役割を果たすことになるヘリコプター搭載護衛艦いずもの空母化にまつわるお話をしましょう。1、ヘリコプター搭載護衛艦いずもの空母化とステルス戦闘機 F-35 の凄さ。海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦いずもとその同型2番艦加賀、この2隻の護衛艦は2019年4月から適用された新中期防衛力整備計画でステルス戦闘機 F-35B を搭載可能とするための改修を受けることが決まっています。これは2隻の空母をすでに保有運用し、南沙諸島や台湾、尖閣諸島周辺で軍事的圧力を強めている中国に対抗する措置であることは明らかですね。改修後の出雲、加賀について海上自衛隊は空母とは呼びませんが、事実上の空母の誕生と言っていいでしょう。ここではまず出雲と加賀についてお話ししましょう。両者は同型艦ですので、とりあえず出雲とだけ呼ぶことにしますね。出雲は全長248メートルでヘリコプターを14機搭載可能です。しかも同時に5機を離着陸させることができ、離着陸甲板、格納庫、飛行機昇降機など空母に必要なものが備えられていて、その技術的水準も極めて高い艦船です。出雲は広い飛行甲板を持っていて、外観はほぼ空母。また能力的には事実上の駆逐艦といえますが、専守防衛の建前からヘリコプター搭載護衛艦と呼ばれています。この出雲を改修した後に搭載予定のステルス戦闘機 F-35 がまたすごいんです。 F-35 は高度なステルス性能を持ち、敵が探知するのが非常に困難な戦闘機。そして統合センサーシステムによって敵の戦闘状況やレーダー網、敵地の攻撃目標などを探知することができます。しかもそうして得た情報をネットワーク型情報通信機能を通じて、味方の多機とだけでなく早期警戒管制機、地上レーダーサイト、洋上の艦艇、遠方の司令部などと共有することが可能なんです。もちろん通信は地球軌道上にある人工衛星を介して行います。これらの能力によって F-35 は敵のレーダーが探知できる範囲外から敵に発見される前にミサイルで先制攻撃を行うことができます。つまり従来の戦闘機のようにスピードやドッグファイトの戦闘力で優位に立つのではなく、探知能力と情報処理能力で優位に立ち、遠距離からの攻撃で敵機を制圧する戦闘機なんですね。もはやこれまでの戦闘機の戦い方を根本から変えてしまう F-35。 この戦闘機のことをゲームチェンジャーと呼ぶ人もいます。それくらい画期的なものなんですね。この F-35 の通常型を F-35A といい、短距離離陸垂直着陸型を F-35B と言います。ちなみに短距離離陸垂直着陸型のことをストーブル型と言いますが、これはショートテイクオフ、バーティカルランディングの略です。改修後の出雲は小型の空母となりますから、搭載する戦闘機は F-35B が適切なことは明白ですね。なお F-35B は離着陸の時にジェットエンジンの噴射口が真下を向きます。
そこでその排気熱に対する飛行甲板の耐熱性の向上が出雲海舟の技術上の最大のポイントとなります。早ければ2022年には空母出雲、空母加賀のどちらかが登場する可能性があるそうです。その時新空母には12機程度の F-35B が搭載できるようになります。 F-35 の性能は今お話しした通りですから、出雲や加賀の改修によって F-35B を運用できるようになれば、日本の自衛隊に小さいながらも強力な戦闘能力が備わると主張する専門家もいます。2、護衛艦出雲の空母化に対する中国人の楽観論と脅威論。中国は2021年1月現在、遼寧と山東という2隻の空母を保有しています。さらに3隻目の空母についても2021年の年末までに進水を行う可能性があるとのことです。遼寧は旧ソ連で設計された未完成の空母ワリヤーグを中国がウクライナから購入し、自前で建造して完成させた中国初の空母です。山東はこの遼寧の改良型で中国初の国産空母となっています。中国の空母の艦載機は現在のところ殲15という戦闘機です。殲15は J15 とも表記され、過去にいくつかのトラブルを抱えてきましたが、改修を重ね遼寧や山東の艦載機として運用されています。殲15の後継機には殲31が予定されているようですが、実戦配備にはまだまだ時間がかかるそうです。このような空母と艦載機を保有運用している中国の人たちにとって、出雲の空母化と F-35B の搭載はどのように映るのでしょうか。彼らの反応は楽観論と脅威論に分かれるようですね。それぞれをご紹介しましょう。まずは楽観論から。中国のある軍事専門家は、出雲の空母化計画が直ちに中国の脅威になると考えるのは時期尚早だと言います。なぜなら空母化にあたっては技術面で様々な問題点をクリアしなければならないし、パイロットやクルーの訓練、戦闘機の発艦方法の検討など解決に時間を要する問題点が数多くあるからです。また遼寧の満載排水量は67,500トンで、出雲は26,000トンですから、出雲が空母化しても大きな脅威にはならないという単純な見方をする人もいます。でもこの見方はあまりにも短絡的ですよね。他方、出雲に搭載予定の F-35B の戦闘力を考慮に入れる中国の人たちは、出雲の空母化に脅威を感じています。新空母出雲に12機程度の F-35B が搭載されると、日本の空母による作戦能力は中国やイギリス、フランス、ロシアを一気に追い越し、アメリカに次ぐ水準となるだろうと指摘する専門家。また別の専門家は次のように言います。スキージャンプ甲板を採用している遼寧は20数機の殲15を搭載でき、新空母出雲に搭載されるF-35B の12機程度を数の上では上回る。しかし殲15と F-35B の性能を比較すると、中国が劣位に立たされるのは明らかだ。中国の2隻の空母の艦載機が将来的に殲31に切り替わったとしても、日本に対抗することは難しい。中国は再び戦力が周辺国に劣るという悩ましい状況に陥るかもしれない。しかし出雲に搭載される F-35B のことを念頭に入れても、日本恐れるに足らずと主張する人たちもいます。彼らの主張の根拠、それは中国が近い将来原子力空母を保有することにあります。実際ネットの世界では日本の動きも視野に入れながら、中国には
何隻の空母が必要なのかという議論が巻き起こっているそうです。中国の指揮者の見解では5隻、つまり将来的に2隻の原子力空母を完成させ、通常型の3隻と合わせて運用するのがベストだろうということになっているようです。将来的に5隻の空母を保有・運用する中国に、空母出雲、空母加賀の2隻だけで対抗するのは難しい。これがアメリカのある軍事専門家の見方です。でも彼によれば、日本が将来的に出雲からステップアップし、イギリス海軍のクイーンエリザベスと同等の6万5000トン級の空母を保有することは技術的に十分可能とのことです。ただ日本には憲法の平和主義に反するとの考えから、空母の保有に反対する人たちがいますね。ですから中国の軍事的圧力に対抗するために、真っ当な空母を保有する必要があるとしても、緩やかなアプローチでステップアップしていくことが望まれると彼は言います。確かにその通りですね。でも実のところ、その緩やかなアプローチは出雲の改修計画ですでに始まっていると言えるのかもしれません。3、護衛艦出雲の空母化に対する東南アジアの人たちの悲観論と待望論。次に出雲の空母化に対する東南アジアの人たちの反応をご紹介しておきましょう。シンガポールのある専門家は悲観論に立ちます。つまり、出雲の空母化は韓国と北朝鮮の反発を招き、北東アジアの軍拡競争を煽る要因になりかねないと指摘しています。また香港の軍事コメンテーターも、第二次世界大戦の時、日本からの侵略を受けた被害者にとって過去のトラウマを呼び覚まし、不安を煽ることになるとして、出雲の空母化に批判的です。これに対して、出雲の空母化や日本の海軍力の増強を待望している人たちもいます。例えばマレーシアの女性ジャーナリストは次のように言います。アメリカ海軍は冷戦期に比べれば相対的に戦力が低下しています。そんなアメリカ海軍を補完して、中国の力による現状変更を防ぐ役割を海上自衛隊やオーストラリア海軍などに果たしてもらいたい。マレーシアをはじめとする東南アジア諸国の中にはそんな意見があります。つまり海上自衛隊には将来空母を保有し、不足しているアメリカ海軍の空母に代わって東シナ海やインド洋などでプレゼンスを発揮してもらいたいという声が少なからずあるんですよ。戦前の日本を軍国主義で東南アジアの人たちに大変な迷惑をかけた国としてしか見ていない人には、この言葉は衝撃的に聞こえるかもしれません。でも現在の日本は経済だけでなく、政治や軍事の面でも信頼を寄せられているんですね。中国の脅威に直面している東南アジアの人たちの期待や信頼に、私たちは応える必要があります。しかもそのことが我が国の国益にもかなうというわけです。今まで護衛艦出雲の空母化と戦闘機 F-35 の凄さ、そしてそれらに対する中国と東南アジアの人たちの反応を見てきました。それでは最後に、出雲の空母化と F-35 の搭載に中国政府が反発していることを知った海外の人たちの反応をご紹介しておきましょう。これまでに中国がしてきたこと、一つの中国政策や軍民問わない不正アクセス、人権侵害、その他諸々を考慮すると同情する気にはならんよね。中国は領土拡大へ向けて積極的に軍事力を増強している。日本がそれに対し準備を進めることは必然だ。遅かれ早かれ中国は必ず動き出すことになるのだから。中国がいかに F-35 を脅威に思っているかの証拠だな。 J-20 なんていうステルスもどきをはじめ、他国に勝る最先端の軍用兵器を保有しているのだと
ロパガンダを垂れ流しちゃいるが、その実態はどんなもんなんだか。 F-35 はまさに形勢を一変させる革命機だ。それを日本がさらに100機も追加で購入する、その意味は大きい。中国が空母を建造した時、彼らは自衛のためだと主張した。人工島を作り、南シナ海に軍事力を配備した際にはそうする権利があると主張した。ところが日本が軍事能力を高めようとしたら地域への脅威だなどとのたまうふざけた話さ。いかがでしたか？最後に当チャンネルの感想を述べておきますね。我が国では日本が空母を保有することについて憲法の平和主義に反すると反対する人たちがいます。でも南沙諸島を埋め立て軍事基地を建造する、東シナ海への勢力拡大のため尖閣諸島への軍事的圧力を強める、そんな中国の現状を考えれば、出雲の空母化と F-35B の搭載はやむを得ないこと、あるいはむしろ望ましいことではないでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録をお忘れなく。